ハセクラ焼きハセクラ焼きは、富士や千船が製造、販売する仙台銘菓である。仙台藩の慶長県王施設福祉であった、ハセクラ常ねから名付けられた。くるみ入りの白コシアンをバター入りのクッキー風生地で包んだ洋風和菓子。萩の月などに隠れ、全国的な知名度はないが、地元では銘菓の一つとして知られている。放送紙は緑色と朱色の2色があるが、 中の味は同じ。バラ売りもしており、仙台駅の土産物店などで販売されている。通常の長谷倉焼き6個分の特製中、12個分の特製台も販売されている。富士屋千船本店。富士屋千船は長谷倉焼きを製造販売している会社。本社、工場が仙台市青葉区愛子にあり、本店が道区中央にある。店舗は本店のほか。 デパ地下店舗として仙台三越藤崎に展開し仙台駅の駅ビルのエスパル仙台本館地下や長町福都心のザモール仙台町町,町にも出展しているデート FM で富士や千船仙台参加というミニ番組を毎週金曜11時50分11時55分に放送している番組では宮城県内の私の好きな風景を募集しており収作は 番組内、河北新報長官での自社広告、自社の公式サイトで紹介している。ありがとうございます。